1958年の近鉄パールスでは、1958年の近鉄パールスの動向をまとめる。この年の近鉄パールスは、加藤久幸監督の2年目のシーズンである。翌シーズンより球団名を近鉄バファローに解消したため、近鉄パールスとして最後のシーズンである。従来の縦縞スタイルはそのままに後にメインカラーとなる赤を採用するなど、 新ユニフォーム導入で1955年以来の B クラス生活に終止符を打とうとしたが、逆にあだとなったのか、開幕から再開を独走。それでも4月は5位の半球と3.5ゲーム差で、再開脱出が期待されたが、チームの低迷は止まらず、大英ユニオンズから移籍してきた、斉田田田都をはじめ、主力選手が、まるで、陳丼や、勝っている時はいいけど、負けている時は、 みっともないと発言するなど悪評が続出。この時代では珍しかった赤色主体のユニフォームはチームのカンフル材にならず3年連続優勝の西鉄には50ゲーム近く5位の東映にも27.5ゲーム以上も話され加藤監督はわずか1年で辞任した。投手陣は西鉄から移籍してきた大津守が復活しチームトップの10勝を挙げたが 22敗を喫し,し、リーグ最多敗戦投手となった。チーム防御率も4.04で、1952年以来6年ぶりの防御率4点台に終わっている。慢性的な長打力不足を、機動力で補ってきた、打撃陣もパッとせず、40本塁打、113盗塁はどちらもリーグ4位と、不調。4番打者の小玉明とが、初の3割打者となったが、チーム打率。 215ワリング最低に終わった。あまりの不成績に豪を逃やした、佐伯木勇オーナーは、元巨人の千葉修玄を新監督に昇平。ニックネームも、パールスをやめて、バッファローに変更し、新規一点を図ることになる。この年から、大阪球場に変わり、日本生命保険が所有する日本生命球場が、ホームナイター用の新本拠地となった。ありがとうございます。